新潟市西蒲区西区の農家の皆さんに稲作情報を配信します。今後の栽培管理にお役立てください。今年の稲作情報は牧農業普及指導センターオリジナルキャラクターおにぎり妖精マウンテンカクダーと谷氏妖精くるくるまきちゃんとお伝えします。今回は6月の栽培管理の中干し溝切り計算の西洋についてお伝えします。まずは中干しと溝切りの効果についてだね。中干しと溝切りの効果は主に4つ。1つ目は無駄な分月発生を抑えること。これは太い茎を確保して稲を適正な歩数、もみ数にするために重要だね。2つ目は排泄管の伸長を抑制すること。収穫期の倒伏の軽減につながるよ。3つ目は根の健全化。これは小ひびが入るまでしっかり干すことで根腐れを防止して根の活力維持につながるよね。最後4つ目は溝を切ることでフェーンが来た時などに水管理が迅速に対応できるね。それでは中干し適期を判断するために稲の茎の数を数えてみよう。新しい葉っぱが見える茎を1本と数えます。これは数えません。数えます。数えません。これは数えません。数えます。数えません。こんな調子で数えていきます。ぜひ皆さんも自身の田んぼで茎の数を数えてみてね。そして写真のようになったら中干しを開始してね。梅雨入りして雨が続くと田んぼが乾きにくくなるよね。田植えから30日後頃になったら早めに中干し作業に入ろうね。そして中干しの程度はこのくらいを目安にしてね。大きなひびを入れてしまうと稲がかわいそうだから小ひび程度の中干しにしようね。中干し終了後は寒暖乾水をするよ。一気に田んぼに水を入れずに、例えば2日水を入れて3日水を落とすのが寒暖乾水なんだ。中干し後は寒暖乾水で水管理をしてね。寒暖乾水の後は放水管理に移るよ。放水管理の田んぼはこんな感じ。また6月末から7月上旬の時期に施養をおすすめしたいのが計算だよ。昨年の秋かこの春に計算を施養してない圃場ではぜひ追肥で施養してみてね。計算資材には稲を冷やす効果があるんだ。それによって糖熟の向上が期待できるよ。また稲の体が強くなる効果が期待できるよ。これによって倒伏に強くなったり病気にかかりにくくなるんだ。流し込み肥料など省力化して作業負担を軽減できる資材もあるので活用してね。適期の中干し、溝切りと計算を西洋で高品質米の生産に向けた作業を頑張ってください。以上、水稲管理技術情報でした。